どうしました？先生の友達、はい、全員癖強すぎてちょっと我が子を持ってきていただいて食べてしまうのはもったいないですカントリーマームの中身のあのチョコをイメージしました。保存しすぎたセミの匂いって言うと全然伝わらないんですけどバグズクッキング今日なんか特別仕様で何かあるのかと思ってしまっています。井上さくらです。はい、今日はですね本当にスペシャルゲスト、バグズフレンドをお迎え。またですか、バグズフレンド今日はもうどうりでなんか先生もここねなんか、はい、ね頭にこれなんかつけ て、ね、そうですね、今日はちょっと変身気味、変身気味そうです、仮面ライダー特別ゲストちょっと来ていただきましょうかね。はい、はい、どうぞ。え先生、はい、どうしましたちょっと様子がおかしいんですけども。そうですか、いやすごいね、すごい感じの人ですよね。ちょっと先生の友達、はい、全員癖強すぎてちょっとじゃあ外してもらいましょう、はい、よろしくお願いします。こういう方です。僕はNPO 法人食用昆虫科学研究会の今理事長です、佐伯慎二郎と申します。よろしくお願いします。佐伯さんよろしくお願いします、はい、これ何なんですか。これはバッタの糞で作った仮面です。糞で作った、はい、これ糞で作る意味は何か最初にバッタを育ててたんですね。育ててたら糞がバッタよりもたくさん出るんです。で糞が集まったらその糞を何かに利用する文化が生まれるだろうっていうふうにある日の深夜2時ぐらいに思いついて、でそれで第1号を作ったんですけど、これ第6代目になります。へえ、あ、そんなに作ってないですね、はい、これ糞でカビかなんかも敷いてませんでした。そうですね、手すきの和紙とか作ったりとか。そうですね、糞、はい、をいろんな方法で使って、まあ、持続可能性というか、循環型の農業を考えていこうと思います。でもあまりこれで外はあまり歩かない方がいいと思います。そうですね、では今回は内山さんのバグズフレンド佐伯さんをお迎えして、バッタの食べ比べをしてみようということで、こちらには6種類ですかね、のバッタを用意していただきました。これが、関東で内山さんが取ってですね、内山さんが取ってきて養殖でした。養殖、はいはい、うち卵が孵化して、すごい、ちっちゃいところはこんなに大きくなったんだなと思って、すごい感慨深いです。すごい、我が子を持ってきていただいて、食べてしまうのはもったいないんですけどまあこの際しょうがないでこちらが、某研究者から分けてもらった、養殖されたものです、はい、20年ぐらい養殖されています。何バッタですか。これもトノサマバッタ。トノサマバッタ、どっちもトノサマバッタ、はい、こちらが昨日夜に河川敷で取ってきた、はい、少量バッタです。 ありがとうございます。そんな夜に本当は野生のトノサマバッタを持ってきたかったんですけど、いなくて、はい、申し訳ないです、はい、こちらがツチイナゴですね。あ、これ緑ですね、はい、成虫になると茶色くなるんですけど、はい、小さいうちはまだ緑で綺麗です。これは冷凍で、買ったものですね。で、いろんな名前で売られてるんですけど、これはどちらもどうやらトノサマバッタみたいです。で、こちらの方は、群生草ですね。野外でより集まって育ったもの。でこちらの方はグリーンで、背中がこうもっこりしているので、これは孤独草って言って野生で一番よく見られるやつです。これが本当は取りたかったけど。左2人は自然のものですか。そうですね、はい。なんですけど、これも冷凍して輸入されたものなので、新鮮なものと比べて味どうなのっていうのを、なるほど、確かに冷凍とはいえ味落ちてるんではないかということで、はい、あ、ちょ痛い、ごめんなさい、はい、ああ、どんな、はい、入れましょう。じゃあ、はい、チョコ、はい、やりましたね、黄色い、出ました。あ、出た、おー、出ましたね。結構足がピッて伸びるんですね。そうですね、なんかジャンプした時の姿勢みたいになります。茹でると結構エンジ色みたいな、すごい深い赤になりますね。そうですね、この辺綺麗に発色してますね。綺麗な赤です。綺麗。じゃあ続いてトノサマバッタ の、研究室で養殖されたものです、はい、ちょっと色が薄いですか。気のせいですか。実はその色が、発色しにくい系統っていうのを取り寄せました。あ、ごめんなさい。成虫になるとこれも白い系統なんですけど、ちょっと嫌な色が茶色っぽい色がついちゃうんですよ。幼虫まではすごくほとんど真っ白ですね。綺麗ですね。じゃあ茹でましょう。これすごい色に発色がいいですね。いいですね。本当だ、すごい綺麗ですね。白い系統もちょっと赤い色素があるので、この足の先とかちょっと透け感がすごい綺麗な、
透明感がいいですね。うん、養殖の研究室の、はい、トノサンバッタ、トノサンバッタね、また全然色が違いますね。同じトノサンバッタでも発色が赤くなるんで、じゃあ今度は少量化、少量バッタを開けましょうか。これも赤くなりましたね。本当だ、また赤くなって、これ本当に色がすごくいいんだ、綺麗な。少量バッタは本当に取りやすいのでね、おすすめですよね。よく見ますね。そこそこですし、うん、あの飛ぶとよく目立つので、なかなか殿様は取りにくいんですよ。ジャンプがいいですからね。そうそうそう取った時の充実感っていいですけどね。いいですよね。まあ、カロリー的にはマイナスでしょうね、あれは。飛ぶと400メートルとかっていう話がありますね。うまいこと飛ぶと。綺麗ですね。長距離飛行します。いいね、おお、いい色。野生のもの最後が、土イナゴです。はい、これもちょっとパタッと落ちまっとしましょうか。はい、あ、これは柔らかい。はい。これも幼虫なので柔らかいです。柔らかいですね、はい、あ、これは食べやすそうな。食べてるものでちょっと苦かったりすることがあります。へ、苦いってのは何食べてるんですか。シナゴはマメ科も食べるので、うん、何食ってこの味になったのかちょっと分かんないです。ヨモギとかヨモギかもかじるかもしれないですね。かじるかもしれない。これは一応あのイネ科を食べてるのを見つけてきました。あ、ちょっと緑が残ってて、またそれも綺麗な感じです。はい、茹でがこれで一応、はい、じゃあ、はい、上げていきましょうか。上げていきましょうか。内山さんちの水分きちんと取れてたから大丈夫ですね。まあまあ大丈夫でしょう。だいぶ跳ねますね。跳ねますね。引きがいいですね。はい、だいぶ跳ねてしまいました。サクッとでいいんですね。サクッとでいいです。高温でパッと上げて。これは静かですね。これが一つですよね。はい、これはなんか飛びそうですね。ちょっと飛びそうですね。気をつけて、はい、あ、セミみたいな、ね、あ、そうですね、はい、セミをあげたみたいな、うん、冷凍物の、うん、あ、冷凍物の匂いしますね。うん、匂いが結構強いですね。うん、はい、何でしょうか。上がりました。では実際に食べてみます。いただきます。いつも食べるときはこんな感じですか。そうですね、僕はあの味見をするときとかは茹でなんですけど、あのバットの場合は高温でカラッと揚げるのがいいですね。じゃあこれからいきましょうか。最初の、はい、いただきます。いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。うん、うん、上がってますね。いいですね。うんうんうん、カリッと、あの上品な香ばしさが、そうですね、トノサンバッタのいいとこですね。いいとこですね。変な臭みもなく、おいしいですね。おいしいです、すごく、ね、あの砂の部分までちょっと引っかかったけど、でもカラッと上がってて、うん、うん、で、養殖ものなのであまり筋肉的には発達してないなって、はい、その旨味っていうのは若干全然モデルに落ちるけど、でも食べやすいですよ。そうですね、さらっといけます、うん、軽く食べられます。はい、じゃあ今度はこの幼虫の方ちょっと食べてみようかします。いただきます。あ、柔らかい。うん、柔らかいよね。すごく柔らかい。繊細ですね。繊細、まあ、美味しいですね。養殖もそういうあの収穫時期を選べるのがいいところですね。ああ、そっかそっか。甲殻類っぽい感じの、なんか、うん、香ばしさがあります。まあ、美味しいですね。はい、じゃあ次、少量バトいきますか。はい、あ、なんかこう見ると色が赤いからエビっぽい感じしますね。そうですね、透けてて、うん、色がいいです。綺麗。いただきます。うん、あ、違いますね。違いますね。トノサンバッタの方がサクサクいけそうな気がしますね。うん、ちょっと皮が若干気になるというか、うん、ちょっと、うん、筋っぽさというか、ありますよね。ちょっとありますね。じゃあ次は土なので、いただきます。いただきます。おお、なんかちょっと苦みがあって香りが違いますね。違いますね、うん、豆かみたいな、なんか、うん、あのいった大豆みたいな、うん、植物系な感じしますよね。結構あっさりしてる感じします。トノサンバッタとかどうですか。
べると。そうですね、なんかさっぱり。シイラコって何食べてましたっけ。京都的なのはあのイネ科の草ですね。やっぱりイネ科の、はい、結構何でも食べるんですよね。クズを食べてるのよく見るんですけどね。あ、あの、うん、じゃあこれいってみましょうか。これ両方ともトロサーバッタですね。見た感じで言うとあのトロサーバッタです、うん、弁当屋さんみたいな。あ、揚げ物すごいわかります。なんか外通った時に匂いする感じの、はい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 、唐揚げやってるぞこの弁当屋みたいな、その匂いしますね。あ、全然違う。うん、うん、苦い、うん、違いますね、これ全然。草っぽい香りしますね。なんか違いますね。全然違いますね。自然の香りが、自然香りが、うん、なんていうんですかね、ちょっと苦みがあって、うん、なんか渋みというか、うん、渋みもありますね。若干ありますね、うんうんうん、なんかいろんなもの食べてるんだなって感じですね、うんうん、こっちのシンプルさに比べると結構いろんな複雑な味がしてますね。あります、あります、その交差してる感じが、うん、あ、確かタイのバターですよね、人ね、うんうん、飲んで食べてるのが若干違うかもしれないですね、うんうんうん、でも、まあ、これ本当に鮮度がいいと結構美味しいかもしれないですね、うん、タイでバター食べましたけど美味しいんですもん、うん、あ、なるほど、うん、こっち行ってみましょう、はい、こっちが多分揚げた時にちょっと匂いが気になったやつです。はい、いただきます。ちょっと癖ある感じの、うん、ちょっと匂いしますね、うん、ちょっと古いた匂いが、旨味もちょっと薄いですね、苦味がちょっとあって、なんか古い匂いしません、ね、保存しすぎたセミの匂いっていうと全然伝わらないんですけど、まあ、ここでしか伝わってないんですけど、油が酸化した、そうです、油酸化した匂いがしますね、うん、使いました油みたいな、そうです、そうです、あの匂い、ちょっと古びた高野豆腐みたいな匂いします。一回作ったことあるんですけど、賞味期限が1年ぐらい過ぎたやつでこんな感じでした。こんな感じです、本当にあの、あ、高野豆腐って賞味期限過ぎたらやべえんだっていうの。なるほど、あ、やっぱ新鮮なものいいですね。いいですね、味がシンプルで、あの雑味がなくて、で今日持ってきたのはこれです。トロサーババッタの、はい、粉を使ったチョコなんですけど、これを踏まえて食べてほしいということです。粉末でタイから輸入されてるんですけど、やっぱり酸化臭があったり風味が悪くって、それを克服しようと思っていろんな加工を施したものです。ちょっと食べていただければと思います。鈴木さんが作ったんですか。僕は今開発中です。へ、はい、チョコレート、見た目普通ですよね。そうですね、この茶色は全部バッタの茶色です。え、ホワイトチョコしか使ってない。 あ、そっか、はい、あ、バッタの茶色これ、はい、うん、うん、美味しいじゃん。うん、美味しい。よかったね。本当に見た目ミルクチョコレートなんですけど、食べるとホワイトチョコのミルキーさが、濃厚さがすごい。こうさっくりした感じってやっぱり粉のせいかな。そうですね、普通のチョコレートよりは粉っぽいというか、滑らか、粒感がちょっとあります。あ、これ美味しいですね。美味しい。カントリーマームの中身のあのチョコをイメージしました。ちょっと粉感が、はいはい、チョコなんか、うん、バッタの風味も少しない。若干ありますね、うん、これの粉末もやっぱりあの冷凍バッタみたいなちょっと嫌な匂いがあったので、これを消してバッタの匂いをちゃんと残すっていうので、ちょっとレシピをかなり工夫しました。美味しいです、すごく。ありがとうございます、よかったです、うん、食べやすい、はい、ラオス人にも食べてもらったんですけど、バッタの美味しさが死んでるって言われました。やっぱバラオス人はこれなんですよ、新鮮なバッタがいつでも手に入る。やっぱり習慣になるとかやっぱこれで、やっぱこれ美味しいでしょうね。あの、マグロを食ってる人にツナ缶出すようなもの。そうそうそう、でも我々にとってみれば本当にこれ美味しく食べれますもんね。よかったです、ありがとうございます。地球には本当にいいですよね、うん、はい、質も取られて、はい、すごい美味しい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまです、はい、美味しかったです。あ、そういえばですね、あのオープニングにあったあのバッターのバルーンアート覚えてますか。はい、あ、ちょっともう一回持ってきてもらいましょうか。これすごいですね、このバルーンアート。これバルーン、風船、風船です。なので、あの、慎重に。これだけ大きいバッター入れていいですね。もう先生が始まってからここが美味しいんだ、はい、もも肉が取れますね、こうやって。そうそうそう、あと胸肉ね、はい、クリスマスみたいなやつですね。これだけでかいです。でも人間も怖いですね、こんなでかいバッタリとね。口が怖いですね、指挟むと危ないですね。このままこうやって向かってくるわけですからね。そうそうそう、これ桜ちゃん作ったの。違うんです、これはあの、ああ、バルーンアーティストの松本正義さんという方が今回特別に、あの、トノサンババッタのバルーンアートを6時間かけて作ってくださいました。すごい、本当に有名な方ですね。あ、僕も知ってます。あの、昆虫をよく上手に作る方なんで、あの、フォローして見てたんですけど、いつかその本物を見たいと思ってたんですが、すごく嬉しいです、これは。本当にもう6時間かけて作ってくださって、これ本当に長持ちするものではないみたいなので、ね、良かったですね。良かったです、見れて良かったです。この情報は、動画の概要欄の方に
詳細載せていますので、もしくはぜひ概要欄チェックしてみてください。生まれがだから長野県、長野県だそうです。だから昆虫もなんかね、イナゴとかハチロコは食べたことがあるっていうふうに聞いてます。じゃあもう虫大好きな方なんですね。そうですね、そう思います、はい、結構虫を専門に作ってるような。そうですね、メスですかね、この辺だと。そこまで。メスですか。お尻はちょっとわからないんですけど、プロポーションで頭がちっちゃくて体が大きくて背中が盛り上がっているので、メスの成虫の孤独さ。そこまで考えてる。これが卵ですかね。卵、この辺から産卵してるんですけどね。卵はもうちょっと黄色いです、色として。あ、そっか、はい、色が。産卵中も作ってもらいたいですね、とかいろいろ勝手に。交尾中のやつとかね。いいですね、交尾に。そうそうそう。ちっちゃいの乗っけて。オスメスで。で、あ、いいですね。いろいろ無理なお願いもして。ありがとうございました。すごい盛り上がって。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録待ってます。